本日の聖書箇所は口語訳新約聖書136ページヨハネによる福音書第1章35節から39節です。この箇所から丸山義弘先生により来てご覧なさいと題しましてメッセージを取り次いでいただきます。それではお読みいたします。その翌日、ヨハネはまた二人の弟子たちと一緒に立っていたが、イエスが歩いておられるのに目を留めていった。見よ、神の子羊。この二人の弟子は、ヨハネがそういうのを聞いてイエスについていった。イエスは振り向き、彼らがついてくるのを見て言われた。何か願いがあるのか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、どこにお泊まりなのですか？イエスは彼らに言われた。来てご覧なさい。そうしたらわかるだろう。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを見た。そしてその日はイエスのところに泊まった。時は午後4時ごろであった。一言お祈りします。天の父なる神様、賛美によって祈りによって私たちの霊は神様高められました。どうぞこれからのしばらくのひととき、御言葉によって私たちの心を潤し、さらに祈りへと導いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。こんばんは。山形のあるカフェがオープンするというふうなことになりまして、事前にお話を聞いた時がありましてね、その時に、私山形に住んでますけど、あそこは曲がりくねっていて、あんなところで人来るんですかというふうなところでね、そのカフェを開くっていうふうなところだったんですよね。そしてどうなったかっていうふうに言いますと、まあ最初人はいらっしゃいますよね。でまた美味しい飲み物とかケーキとかでね、そこがすごい、その 今で言うならばインスタ映えする場所なんですよ。綺麗なところなの、ね、で当然そこのお店でもインスタグラムで写真出すでしょ。でその来るお客さんがそこ綺麗だから、やっぱり自分たちもこういう風にして撮るわけだよね。 で自分のインスタに出すでしょ。もう映えるところだという風なところで、それでね、だからそういうふうにやってって、そのお店が宣伝するっていうよりも、今はこういう時代だね、お客様がもう宣伝してくれるっていうかね、美しさを分かち合うわけです。そういうふうにしてどん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 そういうふうに広がってって、でもね、あの場所分かりにくいな、地元の私だからそう思うんだけど、今はネットの時代だから全然そうじゃなくて、もうね、Facebook でもインスタでも見るでしょ。でもうあとそこに住所あるから、でそこの住所をピーっていうふうにやると、もうあとカーナビでそのまんまスーッと行くわけだから、もうあそここうやって細いんだよな、でも関係ないんだよね。県外ナンバーの車なんかはもうそんな細い道でもカーナビの通りひょい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 っていうふうに言って、そういうふうにして、お店は大繁盛と、まあ、そういうふうなところが現代的なやり方ですね。どんな山奥でもどんな遠いところでも、そこにいいものがあるっていうふうになると、やっぱり人はねそこに行きますよ。そこに感動を求めて、でバプテスマのヨハネのメッセージもそういうものだったんですね。もう本当に人の心を打つ、そして悔い改めを迫る、これは本物だということで、今日今読んでいただいたヨハネはまた二人の弟子に目を留めてという、このヨハネというのはそのバプテスマのヨハネというふうな人でありました。でこのバプテスマのヨハネはもうこの祈祷会のこのところでも何度かお話をさせていただきましたけど、荒野で人々に悔い改めのメッセージを説いた人であります。でそのメッセージは本当に本物だったので、人々が続々と集まってきたわけでありますね。で皆さんのレジュメ開いていただきますと、そのバプテスマのヨハネにたくさんのお弟子さんがいたわけですけど、そのうちの2人の弟子が今日はイエス・キリストの弟子となっていくというふうなところなんです。
で、これはアンデレと、そのペテロの兄弟のアンデレと、それから名前は出てないですけれども、ヨハネであったというふうに考えられています。で、そのバプテスマ のヨハネの役割ですけど、このヨハネは非常にいい先生だったわけです。で、いい先生ってどういう先生かというと、それは簡単ですよね。弟子を成長させるっていうのがいい先生に決まってますよ。例えばピアノの先生がいて、あの先生のところに通わせると子どものピアノは上達する。お習字の先生がいる、あの先生のところに行くと字がうまくなる、まあ、そういうふうにして、弟子を成長させる。で、さらにもうどん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 そのね、成長してきてって、自分と同じレベルにまで弟子が到達すると、もうそれ以上先生は引き上げるっていうふうなことはできないわけです。それでじゃあどうするかっていうと、さらに次の段階ね、次の段階、自分以外のもっと優れた先生へっていうふうに導いていく。これがまあその良き師、いい先生というわけであります。で、このバプテスマのヨハネはそういう自分っていうふうなものをよく知っておりまして、自分の役割を忠実に果たす人でありました。で、自分はですね、もう来るべきメシアがやってくるんだから、その橋渡しに過ぎないと、ね、もうそちらの方に行きなさいと、ね、それを指し示すものでしか過ぎないんだというふうにして、ね、それで、今日の弟子たちは次の段階、イエス・キリストっていうふうな方に行くんですよね。バプテスマのヨハネってのはね、いい先生ですよ。そういうふうにして、工場教会もね、昔からそうだった。まず田中先生がそういうふうな人でいらっしゃいましたからね。この工場教会の特徴は、ほら、スタッフっていつの間にかいなくなるでしょ、教会スタッフね。で、なんだかいつの間にかいなくなって、で、なんだか分かんないけど礼拝にね、全然知らない顔のスタッフがいるっていうふうなのが、ずっとそういうのが繰り返されて、いるわけなんですよ。で、どういうふうなことかっていうふうに言いますと、田中先生は昔から引き止めないんだよね。で、どういうふうにするかというと、僕を踏み台として登っていきなさいっていうふうに言うんですよ、ね、で、僕を利用しなさい、でもっといいチャンスあげるから、ね、利用して、そして行きなさいと。だからもう安心しておさらばできるっていうふうに言いますかね。で、ここのところで十分満たされて、そして次のところに行くことができる。で、 だからここにいて利用され尽くして終わるっていうふうなことじゃないから、安心してね、いろんなところからいろんな方々がやってくることができるというわけなんですね。で、バプテスマのヨハネはそういうふうな人でありました。それでやがて救い主がやってくるから、あなた方はそちらの方にもう飛び出していきなさいというところが、今日のこのところなわけなんですね。皆さんの表紙開いていただきますと、35節のところから少しお読みしますと、こうです。その翌日、ヨハネはまた二人の弟子たちと一緒に立っていたが、イエスが歩いておられるのに目を留めていった。見よ、神の子羊っていうふうにして、自分以上の存在を示すわけです。で、37節、その二人の弟子はヨハネがそういうのを聞いてイエスについていったというふうにあります。で、バプテスマのヨハネは何にもそのことに関して、ね、私のから受けた恩義を忘れたのかなんて言わないわけです。いってらっしゃい。それがね、彼の役割というわけであったんです。で、今日はその2人 その弟子がイエス・キリストに選ばれていく、そういうふうな箇所であります。それでね、その後こういうふうにありますでしょ。いや、38節のところからお読みしますが、イエスは振り向き、彼らがついてくるのを見て言われた。何か願いがあるのか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、どこにお泊まりなのですか。イエスは彼らに言われた。来てご覧なさい。そうしたらわかるだろう。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを見たと、まあこういうふうに書いてあります。なんかすごくのんびりしたような感じしますね。ね、弟子もうバプテスマのヨハネの弟子から離れて、今度イエス・キリストの弟子になりたいっていうふうにやってきているのにね、弟子にしてくださいっていうふうに言ってないんですよ。先生、どこにお泊まりなんですか。でイエス様の方もね、何か願いがあるのかっていうふうなね、ずっとついてくるんだから、多分弟子入りしたいんだろうなぐらいに
言えばねいいのに。でこれ皆さんね、ユダヤ式の弟子入りの方法だっていうふうなことなんです。いろいろ調べますと。でレジュメの一番の B のところですけれども、こうなんですね。まず1括弧で、弟子となりたい者はラビの教えを聞いて後についていくんです。ずっとついていくの、追っかけみたいなもんなんだよね。ずっとね、あるでしょ、そういうアイドルスターのねライブコンサート行くと必ずね、もう渋谷でやるって言ったら渋谷で行くってね、でお台場でやるって言ったらお台場で行くって、これもうね大阪でやるって言ったら大阪で行く、ダーッとこう追っかけていますでしょね。ああいう感じで、そうするとそのラビ先生が何か願いがあるのかとか、誰を探しているのかっていうふうに聞くっていうのが、まあ、これね一つのセレモニーなんですよ。儀式みたいなもんなの、これは一つのこう決まったやり方なんですよ。それで、そうした時に三括弧、弟子入り志願者はラビ今どこにお泊まりですかって尋ねることになってるの、ね、でつまりゆっくり話をしたいと、今後のことを相談したいという、ちょっとした婉曲的な表現というふうなことなんですけれども、これがそのねユダヤ式な弟子入りの方法のこのねこうやり方なんで、いきさつなんですよ。で一番下の4括弧のところが最も大事なんですが、ラビの回答っていうのは2種類あります。つまりこの人は弟子に取ってあげてもいいなっていう場合と、それからそうじゃないケースっていうのがあるわけで、じゃあちょっとこの人は弟子になってもらったらダメだなというふうな場合と2つあるわけです。で、承諾する、許可する場合とお断りする場合もそのセリフが決まっています。で、許可する場合には来てごらんなさい、そうしたらわかるだろうっていうふうに言うんですよ。これはね、はい、弟子入りね、 OKOK、OK OK、じゃあ受け入れますっていう意味なんです。で断るときには、あなたは私と何の関わりがありますかっていうふうに言うんですね。これはねNO っていうふうなことなんです。でそういうふうにして読んでいきますと、今37節以降のところの箇所がこのセレモニーの通りに進んでいるというふうなことが分かります。でこの2人の弟子たちはイエス様から来てごらんなさいっていうふうに言われたので、弟子入門許可というふうなものが下りたということなんですね。まあ、そういうふうな聖書箇所であるわけなんです。で私たちはこのところから私たちに関わることとして一体何を学ぶかと言いますと、神様の選びがあって私たちは神様に近づくことができるということです。つまりラビの方で来てごらんなさい、私たちが弟子入りしたい、イエス・キリストについていきたいという時に来てごらんなさいっていうふうに言われる時もあるんだけど、あなたは私と何の関わりがありますかっていうふうに、そういうふうに断られる場合っていうのもあるんです。これはね、神の選びなの。神の選び。ね、あなたが優秀だからだとか言うことを聞くとか、なんかそういうふうなことでなくて、とにかく神様は選ぶんですよね。それがそのレジュメの2番のところなんです。神様の選びっていうのがいろいろあります。で、まず A、イエス・キリストの選びですけど、選ばれた例としてマタイによる福音書の9章の9節の聖書箇所をそこにお書きしましたのでお読みします。マタイという人が酒税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったと言うんですね。マタイにイエス様が呼びかけられたので、マタイはそれに従ってキリストの弟子として行ったというふうな、そういうところですね。選ばれた例です。でもね、別の選びっていうのがあるの。それはその下2括弧のところです。ルカによる福音書の8章の38節から39節、これは有名なゲラサ人、異邦人のところで、異邦人の地で、悪霊に憑かれた男がイエス様によって解放された。その悪霊は豚の群れの中に入っていってしまって、湖に流れ落ちて豚が全部死んでしまったという有名な箇所ですけど、悪霊を追い出してもらった人はお供をしたいとしきりに願ったというふうに書いてます。で彼はぜひ弟子にしてください、あなたに一生ついていきたい、
こんなに私のね、人生を変えてくださったあなたと一緒にずっとついていきたいですっていうふうにしきりに願ったんです。ところがね、イエスはこう言って彼をお返しになった。ダメだよっていうふうに言ったんです。家へ帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか語り聞かせなさいっていうふうに命ぜられるんですね。家帰んなさい、弟子にはしません、ね、その代わり家に帰って証しをしてきなさいっていうふうにイエス様はおっしゃった。で、彼はっていうふうに言わないで、そこに書いてある通りですけど、そこで彼は立ち去って自分にイエスがしてくださったことをことごとく町中に言い広めたというふうにあります。彼はその言葉に従ったんです。で、彼は異邦人ですから、その異邦人の、その町がガリラヤ湖の、こっちですね、東側の方にあるんですけれども、そちらの方の町に帰って、そしてそこで、証しをしたんですね。で、なんでイエス様がその彼を弟子にしなかったかっていうと、まあ、それはまだ神の時でなかったっていうのが大きな理由です。まあ、この癒しがあった、悪霊の追い出しがあった時点ではまだユダヤ人の救いっていうふうな時であって、異邦人の救いの時はまだ来ていなかったの、ね、だから神様のご計画があるので今あなたはダメだよと、ね、でも証ししなさいと。で、後になってわかる。この人が証をして伝道して多くの人々に言い広めたので、5000人の給食の奇跡ありますでしょ、ね、その後に4000人の給食の奇跡ありますでしょ。5000人の給食ってユダヤ人 のいる場所で起きたんです。4000人の給食っていうのは異邦人の地で起きたんです。彼の伝道のおかげです。で、そこで4000人の人たちがパンを食べて満腹したというふうな奇跡っていうのが起きたんですね。だからやっぱりそれもね、神様の一方的な選びっていうふうなものがあって、熱心に願っても選ばれないことがあるんだけれども、でもそのイエス様の言う通りに従っていくときに神の御業が現れるという、そういうことがこの聖書の箇所からわかります。で、バプテスマのヨハネの弟子であった2人がイエス様のところに行って受け入れてもらったと。で、そこでイエス・キリストから選ばれた。で、私たちも今日この教会に来ている、この祈祷会に出ている、そして YouTube であなたが今このメッセージを聞いているというふうなことは、それは自分の意思で、そしてこの教会に来ようとする、あるいは YouTube を開いた、そして一生懸命聞こうとする、ね、でもそこに神様の選びがあったので、私たちは今ここの場に集っている、あるいはこの今このメッセージを視聴しているというふうな、そういうふうなことなんですよ。で、この選びっていうのは本当にね、自由っていうふうなものが、これが土台というふうになっています。神様は思いのままに選ばれるということなんです。だから熱心に願ったから、もうしょうがないから、もうあれだけ言われたから、神の私だってあれは選んであげなきゃって、そういうふうなことではなくて、神様は本当に思いのままにお選びになられます。さあ、その2番の B のところの1括弧で、神の選びは人間の選びとは異なります。イザヤ書の55章の9節、天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いと、というふうにあります。御心は人間の思いと比べるともうはるかに高い、もう天が地よりも高いように、神様の思いは私たち人間の思いとは異なります。まあ、例えて言うならば、子どものお年玉です ね。そうすると、親は子どものがどっかで、ね、親戚とかのおじちゃんおばちゃんとかおじいちゃんおばあちゃんとこ行ってお年玉もらってきたと、お正月。そうすると、それをね、そのまんま使わせるっていうことをしないで、じゃあね、お父さんお母さんがね、預かっておいて一番いい時に使いましょうねっていうふうにして、まあ、子供から見ると取り上げられるみたいなもんだね。ね、ってね、あれでお菓子買えるのに、あれでゲーム買えるのにっていうふうに
そう思うんですけれども、親はね、いやでもそれを今ここで使ってしまったんでは、それはもうあっという間にこうなくなっちゃう。そうじゃない。もっともっとこの子のためになる使い方があるのだから、それは何年後かにあるとというふうなことで、それをこう取っといていくわけですね。子供にとってはその時は悲しい。でも後になって、あ、もうあのお金があったからね、このこういうふうなものを用意できたんだ、最善だったんだというふうなことが、これが後に分かります。で、神様は最初から分かってるわけですよ。ですから私たちがどうしてなんだろうなというふうに思うような出来事が起きますけれども、しかし神様はそのようにして私たちの思いをはるかに超えた選びっていうのをなさるんですね。で、神様が自由であるように人間の側も自由です。一番下のところ2括弧ですけど、招かれているのに拒否することも可能なんです。これは人間側の自由です。そこにこういうふうに書いてありますね。ルカによる福音書9章の59節、また他の人に、私に従ってきなさいと言われた。するとその人が言った、まず父を葬りに行かせてください。これイエス様がある人を弟子として選んでお招きになったんです。それに対してその人の答えは何だかというと、まず父を葬りに行かせてくださいというものでした。でこれ何にも知らない日本人が読むと、あら、お父さん亡くなったのか、じゃあ葬式ね出して、まあちょっと一通り一段落してそれからでいいんじゃないですか、なんていうふうに、そういうふうに思ったりしますけれども、これは中東独特のものの言い方で、やんわりと断っているっていうふうなことなんですね。だから父を葬りに行かせてくださいっていうふうに言っても、お父さん生きてるわけ、ピンピンしてるのね。だからこのピンピンして健康なお父さんが亡くなってお葬式を出すまではどうぞお待ちください。だからそこからもう何十年もあるんだよね。つまりお断りしますっていうことを丁寧に柔らかく遠回しに言ってるというふうなことです。だから神様の招きをね、拒否することできるんですよ。人間には自由っていうふうなものが与えられているので、その招きに応ずるも応じないも、ね、分かりましたというのも嫌ですっていうのも両方ともできるように、私たちはそういう自由っていうものが与えられているんです、ね、ですから神様から選ばれたらもう逃げようがないっていうふうなことではないの。いくらでもね、逃げようと思えば逃げられるんですね。でも神様は追っかけてくるっていうようなことあると思いますよ、ね。でも今日のこの聖書を読んで、このルカの9章の59節見て分かるように、どうしますかというその神様に対して、ね、決して強制なさらない神様に対して、ノー、イエーっていうふうに答えることもできるし、ね、はい、いろいろその先も苦労が待ってるんでしょうけども、でもあなたの選びですから、恵みの選びですからというふうなことで、そうやって祝福を信じて応答していくっていう両方の生き方っていうのができるんです、ね、で、どっちがいいかっていうのは本当にその私たち一人一人が祈って決めなければならないところです。そこは誰も強制できない。でもね、一番最後の3番目のところになりますが、選ばれたものとして生きるということ、これはお勧めしなければならないところですね。神様の選びがあるんだったら、そしたらその選びに私も応答していきたいと思いますと。そうするとその後は選ばれたものとして生きるという人生がそこから始まっていくわけなんです。で、一番大事なことは恵みということです。恵みによって選ばれているんだということが、これが一番大事。これ外したら大変なことになりますね。何かをやってその引き換えに得られるっていうことではないんですよ、神の選びっていうのは、ね、神様があなたを救うっていうふうにね、約束なさって、何にも差し出すものありません、でもありがとうございます受け取りますっていう信仰によって私たちは救われていますけれども、ね、その
選びも同じなんです。信仰によって受け取るんです。恵みがあるから、自分には誇れるところが何にもない、でも神様が選んでくださった、ね、恵みというふうなものが与えられている。ですからその恵みに私は応答していきますというのがね、これがね、選ばれたものとして生きていくっていう、そういう生き方というふうになります。ですから置かれたところで咲きなさいというふうに、ありますけれども、表紙のところにもう一回ちょっと、今度はその下のイザヤ書の45章の9節にこういうふうにあります。イザヤ書の45章の9節にこうあります。陶器が陶器師と争うように己を作ったものと争うものは災いだ。粘土は陶器師に向かって、あなたは何を作るかと言い、あるいはあなたの作ったものには手がないと言うだろうかと言うんですね。で、新約聖書でパウロはこのイザヤを引用いたしまして、ローマ人への手紙の9章の21節でこういうふうに言っています。陶器を作るものは同じ土くれから一つをたっとい器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうかと、ね、でイザヤが言っていることは、なんで私をこんなふうに作るんですかっていうふうに人間が神様に対して言うことはできないでしょうっていうことですね。でパウルはこの、イザヤ書を取り上げて、人間っていうのはね、神様から作られてるんですよ、そして選ばれているんだけれども、たっとい器、卑しい器っていうふうに神様はそうやってね、種類の違う器っていうふうなものを作り上げる、そういう力、そういう権能っていうのをお持ちなんですよ。でここでいうたっとい器っていうのは食器とか花瓶とかそういうものなんです。で卑しい器って何かっていうと、これ実はね、トイレの便器のことなんて言ってるんですよ、ね、でその非常にこう極端な例をこのパウロは言ってるんだけど、自由自在に神様を選びになって自由自在に作り上げられる。だから尊い器は花瓶に作られることもあるだろうし、ね、卑しい器は便器としてね作り上げられても文句は言えない。で私たちには私たちなりの与えられた人生とか境遇っていうふうなものが、これがあります。でそれをね、神様から与えられたものとして感謝して受け取っていくっていうのが、これが選ばれたものとしての選びっていうふうなものを恵みとして受け取っていくというふうな生き方なんです。自分の境遇を神様から許可されたものとして受け入れる。でもそれはね、なかなか大変ですよ。どう考えたってこんなこと起こっちゃいけないですよねっていうようなことって人生で時々起こります。そんなことあっていい、いいはずありませんよねっていうふうなことが起きるんですよ、選ばれた者の人生にも。でそういうふうな時でも神様が許可なさったんだから、許されて今これが起きているんだからとして受け入れて、そしてその中で全力を出して生きていくっていうふうなことが、これが置かれたところで咲くというふうなところです。それは机上の論理空論、空論ではなくて、旧約聖書の中の予部記で、予部がそのような人生を生きました。で予部というのは皆さんご存知の通りに理不尽な目に遭うんですよね。さまざまな不幸、災害というふうなものに彼は出会います。で理由は一切わからないんです。なんでこういうふうな苦しみが自分の中に起きるのかと。でもそれは予部記の1章2章のところでもう最初の段階にもう分かってるんですよ。神と悪魔のとの間で話し合いがあって、そのようにサタンがなしていいというふうに神様から許可を得ていたからだというふうなことはもうすでに決まってるんですね。でも予部はとうとう予部記の最後のところまで行って、予部が死ぬまで生きている間、彼はなんでこんな苦難に遭うのか、なんでこんな苦しみに遭うのか、一切わからないで、彼はこの地上の人生というふうなものを終わるんですよ。でも自分には知らないことがたくさんあるんだと、神様はでもご存知なんだっていうことが、それが最後に分かって、それを受け入れて、なぜ苦しみに遭うのかって分からないんだけれど、神様が最善を成してくださってこのことを起こしているんだ、自分には分からないことがたくさんあるんだというふうなことを知って、そして彼はそこで平安を得て、そして
その後神様からの豊かな祝福っていうのを受けていくんですよね。で、苦難の中を歩むクリスチャン、ヨブ記を読んでここのところに到達します、ね、なるほどそういうことかと。で、そう納得したとしても、じゃあだからといってその瞬間にあなたの苦しみが取り上げられるっていうふうな、そういうふうなことでもないんです。でも神様が許されて今のこの時があるんだということを受け入れていった時に、そこで神様が与えてくださる平安、そこで神様が導いてくださる道っていうようなものが、これが見えてくる。これがやっぱりね、選ばれたものとして生きていく時に、その私たち一人一人が実際の自分の人生で体験をしていく、そういうふうな出来事ですね。でもちろん答えを見出していっていこうとしていいんですよ。だからその辛いところを改善しようというふうに、もう当然そういうふうになっていきます。でもね、今ねこのところは神様から与えられているんだというふうにして進んでいくんです。これが神様の選び、それを信じて生きていくっていう、そういう人生なんですね。で、祝福があると信じて生きるっていうのは、自分の周りにいっぱいいいことしか起きないっていうことではなくて、そのようにして自分の中でも辛いな、なんでこんな目にばっかり合うんだと、ね、そういうふうなことが思っていても、いやでもこのことを通して神様は私に一番必要な最善祝福っていうのを用意していてくださっているんだと。で、そこで揺さぶられる。受け入れることも拒否することも自由が与えられているから、だからもういやいいわいいわ、もうそんなのね思わなくたっていいと、っていうふうな、もうそういう思いにぐーっと傾くし、いやでもやっぱり神様を信じて生きていこうっていうふうな思いにもぐーっと傾いて、こう人間っていうのはそういうふうにね、右や左にこう揺らされるんですよ。だから神様なんかいるのかっていうふうに思うようなところから、でもいや神様はいるっていうふうな、両方こういうふうにねあるので、その中で私たちは、いや神様はいらっしゃる、で私たちの祈りっていうのは神様は絶対聞いていてくださっていて、そして、全然神様働いていないように思っても背後で必ず働いているんだと。で、そのように信じて祈りをね、一つ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 毎日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 こう積み重ねていった、その先のどこか神の時で御業っていうふうなものを私たちは拝することができるんですね。それまで、最後の囲みのところにラインホールド・ニーバーの有名な祈りがありますが、この祈りを祈り続けていくというふうなのが、選ばれたクリスチャンとして生きていく一つの非常に有効な生き方です。お読みします。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ、変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ、そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。私たちは今晩来てごらんなさいという招きを神様から受けています。恵みでもって私を選んでくださったのですねと感謝の応答をすることも、あるいはいや神様納得できませんというふうに別な方向に行くことも、両方とも自由、私たちに任されています。どのような決断でもできます。でもキリストが私と共に歩いていてくださっているということを、そのお約束を今一度思い起こして、そして祈りの中で神の導きを確認する、そのような祈りの時を持ってまいりましょう。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たちが意識をしないところでもうすでに選んでくださって、この場に集めてくださいました。神様、私たちの思い通りに進まない時、祈っても祈っても答えが与えられない思う時、しかしその時こそ
恵みによって選ばれているのだという原点に立ち返り、あなたの祝福があることを信じて祈り続けてまいります。主よ、どうぞ今晩その祈りが絶えそうになる、そのようなその時でも祈りを継続することができる力を、どうぞ忍耐を私たちにお与えください。あなたの導きを信じます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらく神の御声を聞くひとときを持ってまいりましょう。